こんにちは。えー、今日はコウサギさんの日です、えー。去年の10月を最後に、えー、11、12 1とお休みをもらいましたので今年は初めてのコウサギさんに納品するパンの日です、えー。今日のメニューを紹介したいと思います。えー、カカオのベーグル、えー、カカオ生地に中にビターチョコレートを 入っています。そしてこちらはダブルチョコ。こちらも、えー、今同じです。平焼きにしています。そしてこちらが、えー、アップルベーグルとアップルローフです。えー、っと100%青森産のリンゴジュースを生地に練り込んでます。爽やかな酸味と、えー、サクサクした食、えー、感が特徴です。ぜひ焼き戻して食べてみてください。 そしてこちらが、えー、栗甘酒のつぶあんパンです、えー。栗を甘酒仕立てにして生地に練り込みました。中は、えー、北海道産の小豆を、えー、手作りしたものが入っています。続きまして豆乳食パン豆乳ベーグルです。そして、えー、こちらが、えー 先ほどのつぶあんとクリームチーズを、えー、コッペ型にしたパンにサンドしています。クリッチとつぶあんのサンドです。で、今日はこちらは黒糖パンの黒糖ローフと黒糖ブールです、えー。マスコバド糖という黒砂糖を生地に練り込んだ、そう優しい甘さが特徴のパンになってます。 そして定番のクロワッサンとチョコワッサンです。えー、この後、モンキーブレッドや、えー、あと食パン系も追加するつもりです、えー。何か材料とかで質問がありましたら、またはあと次回の、えー、リクエストなどある方は、ぜ、え、ひ、ー、 連絡をくださいそれでは今日はよろしくお願いします。